ご視聴本当にありがとうございます。旅するくまころりんです。年末車中泊の様子をお届けします。前回は嫁が真冬の夜空の下で髪を乾かすお話でした。俺が欲しかったらこうでかいウーハーがついてるラジカセがある。そして今回のお話は大晦日にお世話になりました栃木県にある RV パークのお話です。施設の紹介もしていますので少しでも参考にしていただければ幸いです。このチャンネルは中年夫婦がマイクロバスの車内を DIY し、たくさんの優しさに触れながら旅をする様子をお届けしているチャンネルです。そして今回も新たな出会いを果たすのであります。それではどうぞ最後までお付き合いください。こちら栃木県宇都宮市にある道の駅ロマンチック村、入浴施設がある本当にありがたい道の駅であります。というわけでまずは道の駅散策へ。そこで見つけたのが宇都宮といえば餃子。その餃子のかまぼこが衝撃的でした。これはぜひここへ来たら味わっていただきたい一品であります。それがこちら。美味しいねこれね。衝撃これ衝撃だったね。これは美味しい。さっきのやつ。あ、普通に通ってんの。あ、普通に通ってんの。何が、何ですかさっき。あ、通ってるんだ。普通あるよ、いっぱい。え、何、どういうことなの。あ、これ今年から何、あ、始まったばっかなの。ほらほらほら。すごい人だね。遠いね。大晦日だからね、みんな買い物に来てんだ。ワンコも多いです。ワンコも多いね。ワンコも多いんだ。なんかいろんなお店があるんだね。すごいね、全アイテムが味わえるだよ。大晦日ということで大道芸を発見。ついつい見入ってしまいました。すごかったのでその時の様子をほんの少しだけですがご覧ください。さて楽しい時間を過ごし、その後お風呂も済ませ、本日年越しをする RV パークへ向かいます。道の駅のすぐ裏にあるので RV パークから歩いてもお風呂へ行くことができるのでとても便利です。はい、国道293号線。そうすると左側に出てくるはずなんだな。これだな。もう道の駅の裏側ラビアマクマです。え、何どれ？それ P って書いてあるからね。 P が入れ口。はい、こちら左側到着です。本日お世話になります RV パークくまくまです。
さて今回は何度かご一緒させていただいている岩手の友人と年越し車中泊です。そして準備を進めていきます。お土産いただきました。いただきました。これ美味しいんだよね。いただきました。うちの新入りでございます。新品だよ新品。本日デビューです。この煙突はい、やってまいりました点火式。はい、何さ燃える。あ、燃えてきた燃えてきた。うん、あ、久しぶりです。おー、いいね、これ。大変大変、はい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 。さあ、ではではついにこちら明太もつ鍋作っていこうと思います。だからまずキャベツ、はい、切りづら。おいしそう。もつ豆乳、いいよ。シャリ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 のだし豆乳です。はいよー。うわーお、まだ凍ってる凍ってるよ。よし、できた。というわけでここから RV パークの紹介です。こちら宇都宮インターチェンジから5分の場所にあります RV パークくまくま。はい、クマ好きのクマコロリン、たまたま見つけた RV パーク、ほぼこのネーミングにつられてすぐに予約してしまいました。こちら1泊電源あり3,000円、ゴミ袋は別途500円です。レストランも併設されているので食事も頼むことができます。今回予約した場所のすぐ横がトイレだったのでとても便利でした。焚き火をする薪も販売しています。さて早速おトイレチェックといきます。とその前にこちらがシャワー、真冬は寒いので夏場に利用するのがおすすめです。もちろん料金に含まれています。そしてその隣がトイレ、2つあるうちの1つが女性専用、女性専用があるのはありがたいですね。そして中を拝見、とても綺麗に管理されています。もちろんウォシュレット付き、便座も暖かく冬にはありがたいです。トイレから出るとこちら洗濯機と炊事場があります。クマの出没には十分にお気をつけください。 RV パークのチェックインは15時からですが、フロントの受付は17時半からとなっています。RV パークの詳細は概要欄に載せておきますので、気になる方はご覧になってみてください。ちなみに予約はネットからの予約となっていました。電話でのお問い合わせはできますので、わからないことがあったら電話で問い合わせてみてください。さて日が暮れてくるとだんだん気温も下がってきました。というわけで17時半を過ぎたところで受付へ。あ、恐れ入りますよ、ありがとうございます。本業のように熊さんで後ろの方に貼らせてもらいます。あ、はい、ありがとうございます。受付を済ませると外からいい匂いが、ここのピザは絶品だそうですよ。オーナーのこだわりのピザ窯と、はい、すごいね。ちょうど今 6時のテイクアウトのピザを焼いてまして、2枚注文入ったんで。うん、釜がちっちゃいんで、ま、回してこう均等にやらなきゃいけないですよ。でも大きいピザ窯ですと入れたままでいいんですけど、であっちのピザ窯、はいはい、今月来たばっかなんですけど、そのうちあれ使うってオーナー言ってました。でこれをこのちっちゃいの、あの黒い車に積んで
移動してるんですよ。ま、前はそうやってたそうなんです。お店やる前は道の駅とかで、すごいですよね。そしてなんと今回も新たな出会いを果たすのであります。くまくまで出会った視聴者さんです。どうも、イエーイ。今日はご一緒に年越しですね。そうですよ、お願いします。よろしくお願いします。楽しくやりましょう。よろしくお願いします。ありがたいことに私たちのチャンネルを見てくださっている視聴者さんにお会いすることができました。鍋が煮詰まっちゃって大変なことになってんだ。あーやばいな。見た、買ってくれたんだよ。やだちょっと、やだちょっと、証拠 VTR 買うなら分からないけど証拠。すみません、ありがとうございます。やだもうちょっと、ダメもう。じゃあ美味しいピザよろしく。はい、じゃあ今から焼きます。はい、まさかの絶品ピザをご馳走してくださることになりました。証拠動画はここにアップさせていただきました。待って、そうや、頭から湯気、怖いうわ、湯気出てる、本当にすごいよこれ、やば。燃えてんだ。燃えてるわ。燃えてます。頭から湯気。ピザ差し入れ。ちょっと待って。うわいい年だね、本当頑張って編集しないと。はい、頑張って編集させていただきましたが、あまりにも美味しくて食べている動画を撮ってなかったという大失態。その説は本当にごちそうさまでした。はい、お疲れ様でした。はい、大丈夫です。お疲れ様でした。あー、3分ですよね、少しだけ。2日目、うん、早いけど。開けたよ、もう。はい、新年明けました。明けましておめでとうございます。もう1時過ぎてます。もうそうだね、気づいたら年明けた。明けたな。昨年はちょっといろいろ何もないな、 YouTube 投稿が何もなく本当に申し訳なく思っております。じゃあ今年はちょっと本当最低でも1ヶ月に1本はあげたいな。まあ本当忙しい中でもやっぱり1ヶ月に1本はあげるように努力をしていきましょう。忘れられちゃうから ね。というわけで今年も2023年旅するくまコロリン、よろしくお願いいたします。頑張ります。まあ平和なんで。平和だよ。平和だな。安泰平和。ちょっと電気つける。いらないよ、そういうの。いらない。あ、そう。まあいいよね、平和。いいんだよ、幸せなの。幸せが一番だよ。安泰だね。安泰だな。元気でやってますよ。元気でやってます。その様子を出していこうか。じゃあ、かいいわ。かいいな。かいいな。じゃあ、乾杯だ。バカだね。何が乾杯だな。乾杯から始める2023年、乾杯バーン。あらー。もうなんか、赤い顔通り抜けて白くなってきて。もう寝るわ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。もうなんか日上がってるし、初日の出も下手くりもないペア。初日の出だ。いいんだ。今初日の出だの。はい、ただいまの時刻もう8時前でございます。朝ごはん、
様。なぜなら栗が食べたいからであります。ちょっとすごい渋滞、なにさこれ。風あるね。なびかないで、風あるのはわかる。栗食べたいんです。じゃないんだから。うまい。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。次回はモンブランを求め道の駅笠間へ行った時のお話です。1ミリモンブラン本当に美味しかった。このチャンネルは中年夫婦がマイクロバスの車内を DIY し、たくさんの優しさに触れながら出会いあり笑いありの旅をお届けしているチャンネルです。北は北海道、南は九州。過去の旅の様子は他の動画で配信していますので、ぜひ気になる方は見失わないようにチャンネル登録をして過去の旅の様子を覗いてみてください。また旅以外の様子は Twitter または Instagram にて配信しております。動画配信の頻度はかなり遅めではございますが、これからも旅の様子を配信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。旅するマコロリンでした。